こんにちは、アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日は、ちょっとですね、先ほども撮影してたんですけど、スタンドの調子が悪くて途中でバーンって外れるので、急遽とりあえずちょっとアングルがおかしいと思うんですけども、手で持って撮影をしています。ちょっとこのままできるかどうかわからないんですけども、続けたいと思います。いつも、チャンネルご覧いただいてありがとうございます。先ほどの、ね、撮影の時はクーがミャーミャー泣いてきてちょっと参加していたんですけども、途中で、スマホが落ちてしまったので、撮り直しをしてます。で、今日のお話は何かっていうと、我が家に、2週間ぐらい前ですかね、テントウムシが来てるんですね。滞在してます1匹で、我が家って言ってもその家の中ではなくて、なんていうのかな、玄関の、外のドアのこうノブがあるところの下の、こう鍵を刺すとこっていうんですか、そこの穴の上に止まっています。これぐらいの穴なのかな、の上に、金属なんですね。だから冷たいと思うんですけども、そこにじっとしていました。で、翌日あれ大丈夫なのかなと思ってこうそっと開けてみると、なんとかな、微動だにもしてなくて同じ位置にいるんですね。で、夕方ぐらいにもう一度見ると、今度ちょっとだけ動いているので、とりあえず良かった、生きてるんだなと思って、で、いろいろネットで調べると、テントウムシっていうのは越冬するっていうことだったので、越冬するのかなと思いつつも、でも何て言うかな、枯葉の下とか家の軒先、なんかこう隅っことか、こうそういう暖かい場所を選んでするらしいので、玄関のマンションの中とはいえ、玄関の何て言うんでしょう、鍵の上で金属ですし、冷たいし、しかも。そうですね、ただ、うちのマンションの、完全な屋内ではないんですけど、その玄関がある廊下が、でも、屋外でも、屋外に続いてはいるんですけど、パッと飛んでいける感じではないのと、一応ちょっと高いんですね、16階ぐらいなので、あんまりそうですね、ベランダにテントウムシ来ることはもちろんありましたけども。玄関があってあんまりこう虫とか入ってこれないので、初めて見たんですけども、この真冬に、テントウムシが来てくれてます。で、翌日も見ていると、ちょっとだけ動いたりもほとんど動かない感じでずっといるんですね。で、出入りのたんびにそーっと開けてそーっと閉めて、でも全然それでも動かないんです。で、1週間ぐらい経ってからかな、でもこのままだと大丈夫なのかなと思って、寒すぎる、ちょうど寒くなってきた時だったんですよ、ものすごく。なので、先週ですよね。なのでこれは下に連れて行った方がいいかなと思って、連れて行こうかと思った矢先にドアを開けたら、ちょっと前までいたんですけどいなくなってたんです。で、と思って、なんかちょっと寂しい気もしたけど、でも自分でちゃんと飛んで行ったのかな、どっかに行っていい場所を見つけてくれたんだな、よかったなって思って、で、私になんかほら適当な場所に連れて行かれるのが嫌だったんだなって思って、やっぱりちゃんと虫にもテントウムシにも意思がある、自分の意思で動きたいんだなって、なんかそんな風に感じて、よかったと思っていたら、本当ですね、多分そんな数分ぐらいしか経ってないんですけども、ドアを開けたら、また、ですね、今度はそのドアノブじゃなくて、なんていうのかな、玄関のドアが四角だとしたら、この四角の一番上のこう角っこのとこっていうんですか、ここに角にちょうど止まっていたんですね。で、それを、ドアを閉めると、一応、内側は密閉されてるんですけど、外側にそのなんかこうちょっと密閉されて、中には風が入ってこれないけど
2、3ミリのこう隙間がこうあるんですよ、ドアの周りに。そことか、その向こうが壁になってしまうので、その間にちょうどドアにつかまってこういるって感じで、と思ってうまいとこ見つけたなと思いつつ、まあ、鍵穴よりははるかに寒さはしのげるのかなと思って、まあ、よかったなと思いつつも、まあ、外に行くのが難しかったのか、それとも、でもマンションなのでどのドアも一緒なんですね。で、まあ、多少のなんか場所とか位置とかあるのかもしれないんですけど、まあ、すぐ隣にお隣さんの玄関もあるんですけど、まあ、なぜかこのドアが気に入ってしまったようで、あとそこにまたいらっしゃいました。で、2日ぐらいした時にパッとドアを朝開けたら、毎朝確認して、朝と夜と一応声かけてるんですけども、いなかったんですね。だから、ああ、とうとう飛び立ってしまったのかなって思ってたら、また昨日だったかな、一昨日かぐらいに、そしたら同じこの隙間のところなんですけど、ちょっと場所を移動して、やはりまあドアの上なんですけどに捕まって、ちゃんといました。なので、ああ、わかりね、もうちょっとしたらあったかくなるのかちょっとわからないですけど、とりあえずはここで冬を過ごされるのかなと思って、ちょっと見守ってる感じです。で、鍵穴の時は毎日毎朝毎晩開けてチェックしてたんですけども、ドアのこう隙間なのであんまり開け閉めすると悪いかなと思って、落ちちゃうかなと思って、まあ、ちょっと回数を減らして、ちょっと出かける時とかに確認してる感じなんですけども、まあそんな感じで、なんていうのかな、うちに今テントウムシが来てくれてます。で、まあなんか面白いものですね。テントウムシ自体、幸運を呼ぶ虫だとか、なんていうかな、吉兆だとか言われているので、とてもありがたいことですし、嬉しいんですけども、まあ、こんなに長くいることもなかなか珍しいので、なんかとても不思議な感じですね。で、やっぱり無事であってほしいって、なんかこれまた後でね、第2弾で話できると思うんですけども、やっぱりうちにのベランダなんですけど、それはゴキちゃんが来た時に、やっぱり、はいはい、くーちゃんですか？はい、くーちゃんまた、来ましたよ、僕、って言って、まあ、今のはトイレしてきたよっていう言葉なんですけども、くーちゃん、どこにいます？いる？ちょっとお顔貸してごらん。はい、くー。はい。お返事してます。